3代目 JSOULBROTHERS のボーカリスト今市隆翔、田坂ひろみがお送りしている FM 横浜 Keep on Dreaming というわけでですね、はい、番組宛にですね、うん、下手捨ての呼び込みを結構自分たちしてるじゃないですか。はいはいはい、はい。まあ、下手捨てじゃないんですけども、今回逆のですね、歌に自信があるということで、はい、こうメールが来たんですけども、そちらの方を紹介したいと思います。ぜひぜひ。はい、では紹介します。はい、東京都八王子にお住まいのラジオネームみぽりん、みぽりん21歳でですね、お仕事は保育士をなさってるそうです。なるほど。じゃあメールを読みたいと思います。はい、こんばんは。こんばんは。毎週聞いてます。はい、大好きなリュウジ君とオミ君に報告したいことがあります。はい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 。カラオケで全国1位を取りました。おお、イエーイ。ベストフレンズガール94点。おお、すごい。生電話していただけたらラジオで歌っちゃいます、うん、お電話待ってます。わあ、ということです。すごいな。すごいですね、全国1位、94点。すごいね、うん、結構難しい曲ですからね、あれも。そうですよね。ぜひ、じゃあ僕たちはね、カラオケマシーンとなってぜひ採点なんかしちゃいますか。そうですね、しましょう。はい、では早速電話してみましょう。お、かかりましたね。うん、出るかな。ニポリン、もしもし。もしもし。もしもし。はい。キープオンドリーミングです。どうも。三代目 JSOUL BROTHERS の今市隆翔です。戸坂ひろみです。ということで、はい。はい。メール読みましたよ。ニポリンさんのメールを読ませていただいたんですけども。うん。はい。ちょっとカラオケで、ベストフレンズガールで全国1位を取った。うん。はい、94点。すごい。ということで、もう、ね、私の歌を聴いてくれという。はい。保育士さんですもんね、今ね。はい。保育士さんだから、やっぱあれなのかな、子供と一緒に歌ったりするんですか。あ、歌ったりします。あ、なるほどね。ピアノ弾いたりとかしてね。あ、でもピアノ苦手です。あ、そう、そうなんですね。じゃあ、まあ、はい、職業からね、うん、あったりするということで。はい、ベストフレンズ。じゃあ聴けるんですね、ここで。じゃあ歌っていただけるんですか。はい。今大丈夫ですか。周り大丈夫ですか。子供たち寝てます。あ、今日お休みなんです。お休みですか。なるほど。よかったよかった。じゃあ思いっきり歌っていただきましょうか。うん、そしたら全国1位ですよ。はい、うん、全国。いや、ハードル上がっちゃってます。もうぐんぐん上がったぞ。ハードル上げない。もしかしたらこの番組聞いてても、うん、俺もチャレンジしたのになみたいな人、うん、もしかしたら聞いてるかもしれないので。日本一ですからね、日本一。じゃあベストフレンズガール歌っていただきましょう。みぽりんさん、どうぞ。誰よりも好きなのに誰も知らない笑す夕日、君だけを見ているよ。だけど You're my best friend か。イエーイ。なるほど、いい感じです。やばい、全身は超熱いです。恥ずかしすぎる。じゃあここは採点しなきゃいけないんですね。そうですね、はい、ぜひジャッジしてください。じゃあ自分がいまいちマシーンが、いまいちマシーンが、いまいちマシーンが採点したいと思います。来ました来ました。今のベストフレンズガールの採点はダラララララララ、ジャン、80点です。いまいちマシーンは80点だと。80点です。いや、これはめっちゃいい得点だと思います。めっちゃいいっすよね。もうめっちゃピッチも上手、うん、普通に上手だし、うん、ピッチもいいし、もうなんか完璧っていうか。だけど一つ言えるのは、こうもっと感情的なね、わかる、気持ちがない、もうほんとロボットみたいな。あそうなんです。いまいちマシーンみたいな。そうね。大事なね。そう、大事な歌の一番、もしかしたら大事と言われるかもしれない気持ちです。気持ちというものを伝える気持ちがもうちょっと足せば、それ言ったらもう100点ですよね。120点です。もうでもカラオケよく行くんですか。行きますね。いっぱい歌うんですか。家族仲良くて、はいはいはい、家族で行ったりしますね。そうなんですね。なるほど、はい、でも新鮮ですね、ベストフレンズガールを女性の方に歌ってもらうのは。うん、新鮮。うん、なかなか聞く機会ないんで。あれですか、八王子のカラカンとか行くんですか。あ、カラカン行きますね。お、駅前のですか。駅前の。あー、俺もよく行ってたわ。そうだね、地元だもんね、おみね。あ、はい、学校近かったんで行ってました。でも今度から行きつけにします。あ、本当ですか。もう行ってないんですけどね、なんつって。ぜひ行ってください。ぜひぜひ、もう今後もなんかカラオケで、うん、なんかまたちょっと私
次はこの曲で高得点取りましたみたいなのあったら、はい、また気持ち込めたバージョンでぜひ、そうだね、チャレンジというか、またベストフレンズガールもいいかもしれないですね。そうですね、気持ち込めたバージョンで、はい、リベンジで、はい、ぜひお待ちしておりますのでメールください、はい、ください、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。